OK、映ってますね。じゃあ始めていきましょう。はい、皆さんこんにちは、藤田美志郎でございます。というわけで本日もサイレントヒルツーリメイク続きからやっていきましょう。時計の謎解きの、長針かな、長針を使うところだったかなと思います。じゃあやっていこう。そしたらこれだよね、多分これをやらなきゃいけないので、まあこれに合わせろってことだよね、おそらく。2でいいのかなこのさ、一番上もさ、私真横じゃなくてちょっと斜め上なのかと思ったから、2かな。2でやってみるか、2でやってみるか。そしたらまずこれを使ってこうでいいってこと。あ、開いたわ。じゃあこれでいいんだ、 OK。 そしたらちょっと待って、これの部屋が地図何ボタンだっけ、こうか。ドアに M202 か、ここか。ここってさ、ここってあれがあれか。まあちょっと入ってみよう。うわ、ガがすごいんだけど、ガがすごい。これまた覗くやつか、カメラ移動。なんか蜂のオブジェみたいなのがあって、虫がすごいんだけど、虫やば。これはなんだ、なんかモスラモスラだっけ。虫は無視したいけどね。あれ、これ調べるだけなの、戻る。謎解きっぽい。これはなんだそれそれなんだ、月のマークかな、一番上。その下は何、虫ってこと、虫のマークなのかな。虫足す、そう、丸は何。ちょっと待ってよ。これも意味あるんでしょ。見えないんだけど、見えなくない？ズームとかできないもんね。あ、これが丸なのか。あ、これが丸か。あ、これが丸だ。二重丸だ。あー、わかった。わかったぞ。わかった。待って、じゃあ、何個いるかってこと？じゃあ、探そう。あ、これもなんか壊せそうじゃない？これも壊せる。待って、まだじゃああるかもしれないのか、まだあるかもしれないのか。ドクロちゃん、あー、こっち側来れるんだ。なるほど。ちょっと回復1個使うか、見づらいもんね。回復何ボタンだっけ、こうか。6個持ってるのか。これ反対側の部屋来たんじゃないの、違うのか。覗いた場所じゃないのか、これ。覗いたとこじゃないのか。こっちか。なんかそっちも行けるな。ここが覗いた部屋か。ここが覗いた部屋だ。あ、これまた動かせるじゃん。動かせる。なるほど。もう一つあるんだ。あ、月だ。丸引くドクロ。3？ 3 か？開いた開いた、よかった、開いた、できた、できたでごわす。画面大丈夫ですか、なんかカクカクしてたりとか、なんか変に突っかかったりとかしてない、心配になっちゃう。なんか今日ちょっと様子がおかしいから。私の見てる画面は大丈夫なんだけどさ、見てる画面と配信の画面がちょっと違う可能性があるから。これなんだ、また手入れるの手入れすぎでしょ。調べましょう。なんでこんなすぐ手入れて調べようとするんだろうね。わ、調べると、え、これ何、回転、これも時計の針。あー、秒針だって。敵来た、これ嫌な音だな。
暗いなっていうか、これ大丈夫か。嫌な音したぞ今。大丈夫？すごい虫。じゃあ戻ればいいんだよね。こんな傷ついてたっけ？なんかいるね。これなんだ。敵じゃないのこれ。敵っぽいけど。で、一回セーブした方がいいかな。そしたら、スコットは、その辺ってことだよね。4かな ?5 かどっちだろう ?5 かな。じゃあ、5かな違う。4かじゃあ。あ、違う。え、違うの ?1 個ずつやればいいんじゃない?もう。開いたわ。開いたわ。1個ずつやればいいんだよ、そういう時は。最後1つなんだしね。っていうせこい手を使ってしまった。ああ、反対の西へだからか。ああ、なるほど、なるほど。あ、考えたら、よく考えたら分かったね。確か、反対の西へ逃げたっていう、これ、あれだったんだよね。そうそう、ヘンリーはスコットを怖がって西へ逃げただから、西へ逃げたっていう謎解きだったから、一個一番上がヘンリーなので、だそう反対に逃げたってことは、その真反対だったってことだね。だから9じゃなくて、あ、9がヘンリーだから、3がスコットだったっていうことですね。なるほど、ナッツ。なんかすごい避けた。避けました。分断された。もう一回セーブしとくか。そしたら、スコットの部屋が1階か1階か。出て、右。ん?右?何もいない?なんかいる?こういうのは動きそうだよね。だるまさんが転んだしてんのか?ああ、めちゃくちゃくしゃみ出そう。突然くしゃみをかましたら許してね。私さ、くしゃみがさ、くしゃみに特徴がある人が好きなんですけど、そう、私変な癖というか、変な性癖なんつったらいいの、くしゃみがね、はなんかいるんだが、くしゃみが特徴的な人が好きでして、なんか調べられんの、またこれだ。なんかこのこれってもしかしてさ、リメイク前の原作でさあった場所とかで今度これが出てる、もしかして気のせいかな。なんかさ、この場所さ、なんか似てるんだよね、原作であったエリアと。この間も言ったと思うんですけど、この場所似てる気がするんだよね。わかんない、気のせいかな。まあいいや。そう、くしゃみ変な人好きで、加藤ちゃんさ、加藤ちゃんのくしゃみってどんな感じだったっけ、どんな感じだろう。なんか何でもいいんですけど、ちょっと今パッと思い出せないけど、くしゃみが変な人が好きなの、まあ、男女問わずね。これ倒したんだよね。あ、これ写真拾ったのか、ここで。だから大変失礼なことをしてるのは分かっているんですけど、こう家にいる時とかにご近所からさ、くしゃみが聞こえてきたりするわけよね。その時に私点数をつけています。大変失礼なことは分かっております、存じ上げておりますんですが、こう街中からとか家にいて、こう家にいるとやっぱりさ、ご近所さんのさ、こう暮らしてる方のやっぱ大きなくしゃみとかが時折聞こえてくるんですよね、窓開けてると。そういう時に50点とか言ってる、一人で。申し訳ないんですけど、決してご本人に伝えてるわけじゃないから、決してご本人に伝えてるわけじゃない、一人で家の中でくしゃみの採点をしてるんですよね。だからこれはもしかすると私の好きなタイプとかのとこにくしゃみが変な人っていうのが入る可能性があるぐらい。これ待って、違う、ここだっけ、ここから入ってきたんだっけ、地図見ろって話だね。くしゃみの話に夢中になりすぎたあまり道に迷った、え、あ、110から行くのか、あ、 OKOKOK。 くしゃみ、なんか別に静かでもいいし、
豪快でもめちゃくちゃうるさくてもやたら変でも何でもいいんだけど、なんか個性的なくしゃみの人が好きですね。ちなみに自分はそんなことないんだけど自分は嫌なの自分は普通のくしゃみをするんだけど、あ、なんかイベントだった。なんかやっぱ画面重い気がするな今日。なんだ、あー、ついに嘘、ついにこの日が来た。この日がっていうかこの時が来た。やだ、なんか画面がちょっと重い気がする。大丈夫かな、気のせい。やばい、来ちゃった来ちゃった。三角、おお来た。まあムービー中はフレームレート下がるもんか。あ、ちょ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 、三角来ましたね。あ、ここ、こんなとこなんだ戦うところ。これってこれも襲ってくるの、なんかあるかな。これなんだ、え、今の何、シリンジ、ここで出るんだ。多分初めてのね。じゃあやっぱさっきのあれそうかも。おいしょ、さっきのあの、あー、これ近づいたらやられるんだ。オッケー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 。さっきのなんかさ、思い出してブンってなるあれは、うわー壊された。これって頭とかだから弱点とかあんの。ほら原作はさ、エイムなかったからあのもうロックオン式、昔のバイオみたいなロックオンしてさ銃を撃つだけっていうシステムだったからさ。リロードどれだっけ、これか。おいしょ、いた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 、やばい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 。シリンジ、シリンジタイム、筋肉注射、筋肉注射タイム。うわすごいね射程距離。うわこれ死んじゃうな。撃ちまくってみるか、ちょっと撃ちまくってみる。うわうわ、落ち着いて落ち着いて。お兄さんか知らんけど近づいてくんの早くない、めちゃくちゃ早くない。あ、通れない、ここ通れない通れない、痛い。これ一撃でもう瀕死なんだ、こりゃやばいな。やばい、やられたわ。死んだでしょこれ。え、まだいける、まだ戦えますか私。うい、一回回復しないと無理じゃない、まだ私戦えますか。よいしょ、私はまだ後ろとか弱点か。あ、後ろ弱点っぽいな。あ、後ろ弱点だわ、後ろ弱点ですね。なるほど、昔はなかったんですよ。昔は、あ、なんか動き遅くなったじゃん。どうした、帰んのか、帰るっぽくない、帰るのかも。お家帰るんですか。意外といい体ですねナイスバディですね。あ、帰って行くらしいよ、帰って行くのだ。最後まで戦わないか。やっぱ撃退、一応帰ったみたいですね。一応お家帰ってくれたみたい。結構食らっちゃった。後ろ弱点だったのか、なんかちょっともったいない気もするけど、まあいっか。すごいサイレンの音すごいね、サイレンの音がすごい。やっぱ死人が死人が生まれてしまうかもしれない。なんかね画面が重い気がするんだよ今日。私そういうのすごい気になるからさ。大丈夫かいな、なんかあったら教えてください。あ、眩しい、あ、出ちゃった。あ、これでアパート終わり、これでアパート終わりか。オッケー、ちょっとさ大変申し訳ないんですけど、一回ゲームを起動し直してみてもいいですか。あー、治った。ごめんなさい、もしかしたらさっきの三角のムービーさ、ちょっとカクカクしたかも。とか今までのこの30分間もしカクカクしてたらごめんね。やっと治った。うー、そう、なんか勝手にさドライバーとかアップデートするとさ勝手に設定変わるんだよね。一応その変わってないか確認いつもするんだけどさ、最近はさあのアップデートしても設定変わらないことがずっと続いてたから、つい変わってないもんだと信じていた。やっぱり毎回確認しなきゃダメだよね、毎回確認しないといけないんで、そういうことは。ついうっかりね。まあ大丈夫だろうと思ってるとそうでもない。
自分が見てる分には何ともなかった。よかったです。ならばよかった。パソコンはさ、まあ、何度か言ってるんですけど、結局プレステ5とかそのまあコンシューマー機っていうの、やっぱ鼻が急に、据え置き型のゲームってさ、みんな同じゲーム機じゃん。でもパソコンは人によって違うわけよね。会社、あのパソコンの会社が違ったりとか、自作の人はパーツのさ会社が違ったりするわけじゃん。だからどうしてもその誤差とかが生まれるんよ。だからみんなそれぞれ自分に合った設定をパソコンは、わあキリが、探すわけよ。あー女の子ね。だから私は私で合った設定があってそれにしてるんだけど、それが勝手に変わったりするわけよね時々。はいはいはい、この子ね。あの前に鍵を蹴飛ばされたと思うんですけど、アパートで、その時の、そうそう女の子ね。You're the one who stepped on my hand. Maybe I did. 知らないよって、かわいい。What's a little girl like you doing here anyway? I don't know. What's a big dum-dum like you doing here anyway? 言われちゃった。That's not very nice. 感じ悪いぞ。Did your parents teach you any manners? すごいこと言うな。うん？ What you got there? あ、どうした？ None of your business. お。You didn't love Mary anyway. あら。Hey, wait. Mary. How do you know her name? Oh, 奥さんだね。うん。そう。まあもともとそのこのストーリーの始まりが、亡くなったはずの奥さんから手紙が来てここに来たっていう始まりですので、あれ？ここ開いてなかったよね。こっち行けばいいのかよ。ちょっと明るいね、外になると。さっき明るさ上げたけど、やっぱ外になるとちょっと明るすぎるね。OK。で、じゃあこっちかな。リメイク2、怖いですか？面白いですか？めちゃくちゃ面白い。怖いのは、私がちょっと怖がりじゃないから、多分怖いと思います。そう、私があんまり怖がりじゃないので、あんまりっていうか全然怖がりじゃないので怖くなさそうに見えるかもしれないけど、ホラーが、あのホラーが怖い人とかそんなめっちゃ得意ってわけじゃないのであれば、多分超怖いと思う。原作より全然怖くなって、あー、いや原作より怖くなってるは人によるか、人によるかも。購入するか迷ってる。あ、原作が好きだったら買った方がいいと思います。原作が好きじゃなくても、ちょっとでも自分がもう原作のファンだから、好きじゃない、好きじゃないっていうか、なんていうの、原作をやったことがないっていう、そのこれ何、あ、シリンジ、鉛筆かと思ったジョンウィックみたいにこう鉛筆でやるんかと思った。違うか。ただ原作を知らない人の気持ちにはすれば私はなれなかったか、ちょっとなんともわからないけど、でも普通にゲームとして面白いんじゃないかな、原作のファンじゃなかったとしてもと思いますけど。で、あ、そういえばアンジェラのさ、アンジェラの包丁って調べてなかった。そう、これ武器じゃないんだよね、調査。うん、回転。こいつはね、武器じゃないんですよね、この間見たやつ。アンジェラの包丁、私はね、原作でアンジェラの包丁拾って、やった包丁武器だとか思って装備しようとしたら装備できなくて、すごいショックを受けて装備できないんかいっていう思った記憶がありますけど、何も。こっち側は、あ、え、こっちから来たんだっけ。あ、こっちから来たのか。あれ、ローズウォーター公園ってこっち側もドアなかったっけ。あれ、なくなった。こっちがもっと先か、もっと先か。これは開かない。で、何もないのかっていうか、昨日ツイッターっていうか X か、 X では散々書いたけど、エアコンの掃除、This is it. Mary, could you really be here? 本当にいるんでしょうか。そう、エアコンの掃除めちゃくちゃして、ちょっと
鼻と喉の調子がよろしくないね。読む。パトリック・チェスター、エドワードの息子、人々のため、自由のため、そして明日のために戦い死んでいった英雄、その志は今も残る。はい。なんか謎解きか？謎解きだったかな。エアコンの掃除をさしたらさ、地獄のような地獄のようなひとときだったけど、エアコンのフィルターはさ、私 ほらまるちゃん小動物デグっていう小動物飼ってて、砂浴びをする生き物だから砂がめちゃくちゃ舞うからさ、エアコンのフィルターはすごい掃除するのしょっちゅう。だけどなんかエアコンの中、風が出るとこの奥、なんかファンが回ってて、そこのホコリがさやばいことに昨日突然気づいて、あ、ここも掃除しなきゃやばいと思ってさ。これは調べる、読むものとかないのか。それ、そこをめちゃくちゃ必死に掃除したらさ、もう部屋中ほこりまみれになってさ、もちろんマスクしながらやったんだけどさ、マスクって限界があるじゃない。もうだから鼻とか喉とかがちょっと終わってちょっと今あんま調子良くない。鼻と喉のね、元気は元気ですけど。アイスクリームは調べられない。これでもつまりあれがあれであれってことだよね。あれがあれであれの場所ってことだよね。結構ここまで時間かかった感じする。ボリュームアップしてるね。病に倒れ湖に飲むるだって湖に飲むるって言っちゃったよ。飲むらないでしょ飲むるってなんだよ。飲むらさんみたいになっちゃったじゃん。あの奥のファンってさ、回ってる時はさ、エアコンついてる時は見えないんだよね、回ってるから。でエアコン止めると蓋するじゃん。だから基本的に見えないんだよ。そう、あ、やっぱそうだよね。そうだそうだそうだ、来た来たぞ来た、このシーンがついに来た来たー。メアリー、メアリー、あー、そのまんまだね。 No. You're not. うん、綺麗、かわいい。 Like、your girlfriend. そうだね。 No, my late wife. うん、似てるんだよね。 I can't believe it. Your face, your voice, you could be... My name is Maria. はい、マリアさん。 I don't look like a ghost.喉めっちゃ鳴った、ごめんなさい。 See? Warm. Sorry, I got confused. ふぅ、いいな。 Where are you going? I need to find Mary. ジェームズかっこいいな。 Didn't you say she died? うん。 Huh? Yeah, three years ago. It's just... I got a letter from her.そうだね。A letter. I know how it sounds, and I don't. Hey, it's okay. So, what did the letter say? あ、でもなんか全然変わってる感じしないな。同じだね。She said she was waiting for me. うん。In our special place. And that's here?Anyway, I haven't seen her. グラフィックの進化に感謝って感じ。Is this your only special place? うん。I don't know anymore. There was something. I can't quite. Hey, I think I might know. I mean, there's this one place.かわいいな。でもかわいくなってるかな、やっぱ。どうだろう。What kind of place? The kind two lovers might call special. まあ全体的になんか優しげな顔になった感じはあるんだよね。Show you if you want. Unless you have somewhere else to be. おー、フォアロゼさん。こんにちは。Hey, easy there.リアルになってる。Come on. It's this way.
マリアさん、水ですよね。Can't you just tell me where it is? You're just gonna leave me here? Alone? かわいい。With all these monsters around? No, I just... Is it because I remind you of her? そうね。You loved her, didn't you?限りなく同じだけど、やっぱりちょっと優しげになってるな、全体的にね。All right, just... Come on. So it's okay. ちょっとカクカクする、大丈夫かな。ちょっとカクカクするな。なんかめっちゃカクカクする。どうした？頑張れ。ロードかな、多分ロードが入ったんだろうね。この後はまた始まるわけじゃん。ロードが入ったっぽい感じのカクつきが見られた。ああ、いやでもセリフとかは限りなく一緒だと思うね。ああ、お仕事頑張ってくださいね。ごめんなさい、途中までしか読んでなかった。そうだよ、今日で、ね、祝日だけど、お仕事の方ももちろんね、いらっしゃるとは思ったんですが、そう、ここからね2人で行動することになるんですよね。そうだから、このマリアは写真どれだっけ、ストレンジフォート違う、パーソナル、そう、メアリーの写真ね。うん、雰囲気は全然違うんだけど、顔は本当に一緒っていうか、そっくり。まあお化粧がね、このマリアの方がお化粧してるから、すごいもっとパキッとした風に見えますけど、基本顔は一緒なんだけど別人っていう。でもメアリーとマリアだからさ、メアリーとマリアって国によっては、あ違うか、そうじゃないか、なんか同じ名前だけど読み方違うみたいなさ、あるじゃん。メアリーとマリアは違うか。 What are you doing? そうで、まあ名前も似てるしみたいなね感じですね。そう、マリア、でもマリアは限りなくジェームスのが顔違うと思う。あ、ジェームスこっち向かないのか。ジェームスこっち向いてほしいんだけど、構えても向かないか。ジェームスの方が顔変わったけど、マリアの方が、マリア？マリアだよね。マリアの方があんまり変わってないかな。ですね。てか、ジェームスの顔さ、なんか私すごい好きな顔になったなと思って、なんでだろうって考えてたんだけど、あれだわ、エドワード・ノートンに似てるんだ。私エドワード・ノートンご存知ですか皆さん。そうだな、死ぬほど映画に出てるけど、あれだね、ハルクとかもやってたし、あとはファイトクラブとかね。ちょっと有名なところでパッと名前が出てこない。私エドワード・ノートンがめちゃくちゃ好きでして、ちょっと似てると思って、なんか目、I know. It's, いいな、マリア。It's nothing. 知らない？知らないですか？エドワード・ノートンという俳優さんが、エドワード・エルリック、エドワード・エルリックって、エドワード・エルリック？ハガレン？違うか。This place we're going to, what is it exactly? そうだね。It used to be kind of a special place for young couples in these parts. なんかない。I think it's easier if I just show you.そう、ファイトクラブ、ブラピとさ、ブラピとエドワード・ノートンのやつね。ハガレンで合ってる、ハガレンで合ってた。なんかある、玉かな。エドワード・ノートンめちゃくちゃかっこいいから、まあもう今何歳だろう、もう結構なもう年だと思いますけど、がすごい好きで、このなんか目の優しげな目の感じと、どちらかっていうと、なんていうの、顔が中心に詰まってるっていうの、目が離れてる感じよりはどっちかっていうと寄ってるっていうか。え、こっちでいいの？他何もない、何もなさ、あーなんだ、また写真か。読む、家からとても遠い場所、55歳、そうだよね、そのぐらいだと思いました。14、なんか数字ずっと書いてあるよね。あ、やっぱ写真とかあるんだ。じゃあ見た方がいいじゃんね。あ、これ先撮ったのか。私
顔だけだったらそのハリウッド俳優の方々の中で顔だけだったら好きな顔はエドワード・ノートンかゲイリー・オールドマンかって言ってるんですけど、はい、よくある話だって。あ、まだ続くのか。あ、隠れてるんだね。なんか謎解きで使うのかな。まあいいや、 OK。 で、行くのはどっちだっての顔だけだったらね、他いろいろさ、いろいろ含めたらもっといっぱいあるから。あー、はいはいはい、あーあー、ジャックスインね。これはサイレントヒル3でも出てくる場所だよね、ここは。そうそう、いろいろ含めたらさ、だってほら私クリヘム様とか好きだしさ、いろいろあるんだけど、壁が薄くて何でも聞こえる、それはちょっと困っちゃうね。これはなんかあるのか、入れるわ。あれだね、結構マリアがさ喋ってくれるから、私喋ってる場合じゃないね、あんまり。あ、ここ入れるわ。なんか自分もおしゃべりさしながらやろうと思うんだけどさ、マリア結構喋るから、マリアの字幕を読まなきゃってなるから、あんま喋ってる場合じゃないん。 If anyone needs anything, I'm fixing the pipes at 107. 用があれば107号室で配管を修理。うん、104じゃん、105、106。え、だって上は 2階でしょ。開いてないし、マットレス置いてあるし、マットレス、あれ108だ。え、10なの、ここ2階じゃないんだ。え、じゃあここじゃん、押せるのかな、押せるわけじゃないんだ。え、ここじゃないの。え、あ、そうやって話したりしてくれるんだ。あれだね、アシュリっぽいね、なんか。え、入れる、あ、ここ入れるわ。あ、入れる入れる。あ、ここも10なんだ。え、 Can you let me in? あー、オッケーオッケー、開けるのね。そっか、わかんない、わかんない、2階かと思った。そうなんだ、服がある。あー、 Thank you, good sir. え、あ、服変わってんのか。あ、え、これだよ、これ。こっちだよ、こっち。こっち。え、こっちじゃなかったっけ、もともとの、あれ、もともと着てたのこの服じゃない、なんかヒョウ柄だった気がする、多分。え、あ、服微妙に違うのか、原作と。あ、違う違うわ。あ、ヒョウ柄ではあるんだね。でもね、よく見るとこの着てるワンピースがヒョウ柄だ、黒の。超おしゃれじゃん、黒のヒョウ柄のワンピースなんだ。あ、これが元のマリアの服だと思う、原作の、多分ね。面白そんな小ネタがこんなところにあったのか。へえ、そうとは知らず。そう、見てる見てるあなたの服ですよ、あなたの服で。よく覚えてる。そう、まあこの間やったばっかですからねこの間割と最近やり直したばっかだから。でもさ、あのあれ北米版っていうか英語でやったのね。あの、それは英語で やりたかった、まあ、やってもいいんだけど、やりたかったというよりかは英語音声しかなかったから英語でやったの。え、だからなんていうの、記憶がちょっと曖昧なんよ。英語だったから全部理解できてるわけじゃないから、まあ大半は理解できてるはずだけど、細かいとこまではちょっと分かってないから読む。1380、1つ少なく1つ多く、3つ少なく1つ多く。これ金庫の鍵かな。0451。はい、で金庫かな、ハンドガンの弾。そう、あの北米版のディスクしか持ってなくてさ、
サイレントヒル2、3の HD エディションっていうそのプレイステーション3のソフトをずいぶん前に買って、その時その日本版がなくて、まあ北米版でもいいかと思って Amazon で買って、それをやり直したからに、そう日本語字幕がなくてさ、フル英語でやったからちょっと、hey. you think I'd look good in this? いや似合うよ、もともとあなたの服だよそれ、あなたの服、まさか着替えられる、sure. えどうでも良さそうだね、like、endorsement, but... hey, I'll take it. すごい OK 開いた、これは何の鍵だ、ちょっと落ち着いて、あ、ちょっと待って落ち着いて倒したの、びっくりした、あ、すごいこんなのあるんだ、頸動脈死んじゃうよ、まあもちろん思いっきりやったらね思いっきりやったら死んじゃうよ、ちょっとだけ I think you just saved my life back there. なんかね、そこで、あの、So am I. こんなシーンなかったんじゃない、そこでなんかその耳のそのなんか気圧の関係っていうか、なんかちょっと変わって治るんだって、門の鍵か、はいはいはい、セーブもう一回しよっか、もちろん思いっきりやったら死んじゃいますよ、ほんのちょっとね、さっきドアどっか、あ、これか、これ使って OK、 イエーイ、かわいいイエーイだって、道なり？ここ行けるよ。これなんだ？家？家か。これ入れない。あ、なんかある。なんだ？火をつけるのかな？でもアイテムを使うとかが出るわけじゃないな。なんだろう？なんだかわからん、あ、弾だ、え、てかこの武器はさ、これこの、あ、窓ガラス割れない、手に持つタイプの武器はこれだけなのかな、鉄パイプないの、鉄パイプ寒いよね、そりゃこれ寒いよ私はもう街中で女の子とかが足を出してると寒いんじゃなかろうかって心配してしまうよ、ほんと、ヘブンスナイト、ヘブンスナイトって行けんの、ヘブンスナイト行くか、ふむって言ってる、あれだよね、このムービー中とかじゃなくてもさ、一緒にいるキャラクターがさ喋ってくれる場合はさ、音声、あー、日本語でもよかったかなってちょっと思ったりする、私その何回か言ってるんですけど、聞き取りが、あ、こっち行けない、はい、3 years. That's a long time. そうね、What will you tell her if, when you find her? お、 I love her. かっこいい、 Lucky her. What's that supposed to mean? Nothing. Like I said, 3 years is a long time. そうね、3年確かにね、そう、あの聞き取りがね、私あの字幕は読んだら結構まあまあ理解できるんですけど、聞き取りが全くダメなのだから文法はわかるけど聞き取りができないから、こういう時は音声は日本語でも良かったかなって若干思ったりする、こういう風にあの出る場合はね、道歩いてる時とかにこう会話が出る場合はそう思う時がある、でもムービー中とかだけだったら別に、ムービー中とかだけだったら別に全然いいんですけど、これは入れるわけじゃない、まあ時々こういうとこアイテムあるからね、女の子肌出したい、別におしゃれだからじゃないの、おしゃれだからじゃないの、おしゃれだからかと思ってました、おしゃれの、あ、なんだ、イベントになった、イベントになったわ、ストレンジ、お、あ、穴開いてる、道なくなっちゃった、
Well, it is. It's not gonna change. What now? Now we look for another way. Oh, oh, その車危ない。落ちそう。車危なくない。行ける？そっち。なんだ？壊すの？あ、開くの？ああ、いえ、敵来てるよ。敵がめっちゃ来とるよ。頑張れ頑張れ。ジェームス。そろそろお茶タイム、本当だ。お茶タイム。お茶飲むか。このああ、すごい。ちゃんとドア、蓋して。蓋？蓋じゃないか。蓋じゃないか。もしかしてパイプ鉄？ああパイプ鉄じゃないか、それは。パイプ鉄じゃん。え、なに？やったー。ちょっと待って、まだお茶は飲めそうにないわ。やったー、鉄パイプやっぱ拾うんだ、嬉しい。武器が進化した。なんか走って逃げちゃったんだけど。うわ、いっぱいいる。とりあえず、あー、これなんかあります。今あのスライディングモンスター、うわっ、こんちはうわっ、待て、これ入れんの？入れないか。一回逃げよう。はいはい、待て、マリアはこっち来てる？どこ行けばいいの、これ？ここ？違うか。やばい、どこ行くんだ。え、マリア、何してんだよ。やっぱそういうのあるか。ちょっとこっち来て。なんかここ行ける。弾があった。うわ、あー、落ち着いてください。どうか静粛に。え、待って、どこ行けばいいの、これ。行けないな、逆だ。ちょっと待って、そこなんかさあ、こっち、これなんだ。終わった、絶対に終わった。まだ生きてる。もう死んだ方がいいんじゃないか。ここ入れないんだよね。死んだ方がいいんじゃないか。ちょっとなんか回復使いすぎてもったいない気がするね。あ、今なんかアイテムあったわ。でもここからやり直しなんだね。待って、さっきね、今一瞬どっか行ったとこアイテムがあったの、多分ここか。なんか取れない。いやー、これ待って、回復使わない。一回死んでもいい、死んでもいいです。むむむよいしょ。どこだ？こっちかな？こっちかも。こっちっぽい。でもアイテムあった、今。オーバーデアって言われたけど、アイテムあった、拾いたいな。待って、ここどこ？なるほど。もう一回やり直した方がいいか。ここよって言われてる。どこ？ここ？あ、ここね。はいはい。でもアイテムあったよ。アイテム拾いたくない？でももう行っちゃったらこれセーブ入っちゃうのかな。アイテム、あー、オートセーブ入っちゃったわ。戻れないのかな。あー、もったいない。弾とか結構あったな。まあでも敵を倒して弾がなくなるのと回復がなくなるのとでトントンか。まあトントンかもね。じゃあいっか。 OK、 ここ安全っぽいね。ちょっとお茶飲ませてもらおうかな。じゃあ、で行きましょう。大丈夫そう。ここだよね。戻ることはできない。 OK、 じゃあ進むよ。あーやっぱヘブンスナイト来た。ヘブンスナイト来た。
白じゃない。まるで冬さ、美しい白なんだ。